third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. はい。お、今日はまた新車のノアですか？新車のノアです。おー。はい。なんか今日はシンプルな感じですね。エアロレス。あ、エアロレス仕様ですね。確かに久しぶりかもしれん。シンプルですよね。そうですよね。はい、シンプルやねんけど、はい、今回だいぶこだわりが。マジですか？初めてやったことも登場するから。あ、そうなんですか。はい、楽しみにしてます。大変でした。はい、はい、今回ノアのハイブリッドの SZ、はい、あ、本当ですね、ハイブリッドです。はい、新潟県のお客様です。また遠いですね。はい、スーが止まらないですよ、それ。遠いね。はい、ですよね。はい、頑張って行ってくるわ。はい、近そうでまだ遠い新潟。すいません、さっき謝ってきます。はい、新潟県のお客様のお車やっと出来上がったので、はいはい、今回こちらのお車を紹介したいと思います。はい、まず前回りやねんけど、はい、今回は、エアロ、まあ最初にも言ってんけどなしで、はい、今回のこの車両、素地部分全部もういってるんで。あ、そういえば素地でしたね。はい、素地部分全部。なるほど。ちょっともうこの仕様が多すぎて、はい、エアロなしってなったらこれがちょっと標準に見えてしまって。だから今回はな、こう知る人ぞ知るというか、はい、そういう視点で作った車やから。なるほど。着目してもらえたら、はい、僕は目が超えてしまってもうノーマルに。そうね、これが普通みたいになってんねんけど、はい、こんばんは、ここ素地やから。そうですね、はい、ちょっとアトフォグランプはバレンティさんのバイカラー入れてるんで。あ、変わってるんですね。おー、イエロー設定。はい、あ、白になりました。どっち派？あー、黄色いいですね。黄色にしときます。はい、はい、まあもう店長がつけたら黄色ですもんね、標準が。俺がつけたらもう黄色になるんで、はい、一択で。まあフロント周りは素地ブラックにしてフォグランプ変えました。変えました。はい、フロント周りはこんな感じになってます。はい、はい、続いてサイです。はい、今回足回り初めて、そういえば。あ、はい、足回りが初めて。パーフェクトダンパー。ああ、はい、はい、パーフェクトダンパー入れてます今回。あ、そうなんですね。はい、これパーフェクトダンパーの前下げ。あ、前下げ、なるほど。はい、えぐれに落ちてますね。結構バネ大きかったから馴染んだら1センチぐらい落ちるんちゃうかな。あ、うん、結構でかかった。あ、そうなんですね、うん、まあ、結構乗り心地重視してるあれやから。はい、あとはホイール。ホイール白いですね、めっちゃ、はい、レオンハルトさん、スーパースターの。マジですか？はい、バイファル。バイファル、はい、マジですか？これ今年あったんちゃうかな、このホイール。うん、これナットあって、このセンターキャップみたいなこうバコってはまるタイプで、はいはい、ディスクホワイト、スリーピーこれはフィアスボルトなんか、うん、チタンヒートやったかな。あ、これもオプションやねん。マジですか？そう。いや、これまあいい値段しますよね。驚愕のお値段しました。あ、なるほど、はい、そうですよね。で、あとな、今回お客様のこだわりでタイヤサイズも初めて入れてんけど、はい、205の4519。205-4519、うん、どこに書いてある？あ、ここやな。お、本当ですね、うん、ちょっと引っ張りというか、はい、うん、引っ張りを重視してる感じで。そうやな、はい、今回一応インセットは 8.5 の41、はい、うん、おー、ええ具合ですね、うん、で、車高調が、あー、車高調色がシンプルです。あ、見える？黄色がちょっと見えます。うん、そう。でもバネ大きいですね、確かに。うん、大きい大きい、はい、うん、あ、バネ大きかったです。こっちタイプ。あー、なるほど。それはちょっとショック。筒じゃなくて、はい、こっちタイプ、吸収してくれるタイプですね、うん、あ、でも確かにまあ乗り心地いい気した。あ、本当ですか？うん、あの、はい、アライメント行ってちょっと動かしたりする時ぐらいしか乗ってないから。あ、まあ、さすがに新車やから。そうですね、イオンの点検だけするのにね、うん、ちょっと試乗してよかった気する。ちょっとやっぱ違うんですね。はい、はい、で、あとは、はい、ドアミラーの素地部分。え？つやりの黒で。え、ちょっと待ってください。これってもともとこんなんじゃなかったんですか？素地でな、今までは、はい、ここのミラーカバーつけとってんけど、はい、今回塗ってくださいって言われて塗った。これカバーだけやったら1万4、5千円ぐらいで済むねんけど、はい、こことここだけ、はい、
嫌なんやろな、あの塗装してくださいって言われて、はい、で塗装するんやったらやっぱドアの内張りの脱着とか、まあ、この辺外したりの工賃がかかるから余計に高くなりますよって、カメラとかも脱着せなあかんすよね今回って言ってんけど、はい、あのいやもう塗装してくださいっていうことで今回塗装してな、はい、さらにこのメッキのガーニッシュを上から行くっていう、あ、うん、あでもあのあれですよね、カバーやったらこことかはあの普通やねん、あそうですね、ここぐらい、ここのラインぐらいまでしかないんで、そうですよね、はい、あやっぱこっちもツヤありになってんね、だからわ本当ですね見たらわかるってやつですね、そう、うわこれはこだわりがすごいですね、はい、あとはドアハンドルのカバーメッキつけて、あなるほど、ピラーはピラーカバーツヤありのブラック、あちょっとメッキと黒を、はい、まだ、まだ、バランスで、はい、まだなんですか、まだあとはこのスイッチの、はい、パワーバックドアのスイッチの部分なんですけど、はい、これは塗装ですね、はい、塗装してるんですね、はい、塗装で、これ黒あって黒あってメッキもちゃんとあって、あでもなんかその程よいバランスしてますよね、うん、黒とメッキの、だからまあまあ両面テープでこう貼ったりしたらこう貼ってる感あるけど、はい、まあ、これはもうだからな、ほんまに全く知らん人が見たら何にも分からへん、はい、いやそうですね、うん、いや僕もパッと見た時にあれこれ純正じゃなかったっけって思っちゃったんで、うん、はい、今回あのそういうところお客さんもだいぶこだわっている、はいはい、まあ、今回こういう仕様で仕上げました、はいはいはい、続いてリア周りです、はい、どこが変わってるんでしょうかね、まず、はい、どうしようかな、リアウィングの裏、あ、はい、セアリのブラックで、はいはい、いつも通りのやってます、はい、でそのまま下降りてもらって、下降りたら今回エアロないから、はい、リフレクター今回 LED 入れてんねんけど、はい、これシェアスタイルさんの、あ、はい、これ何気に俺らこのなんていうの、90のこれリフレクターつけた初めてじゃん、初めてですね、何気にいつもバローレンさんのやろがねついてるんで、でそのシェアスタイルさんのリフレクターってここごとやから、はい、ごと交換してんねや、あ白の設定とかあるんですか、いやないねん、あのこれ塗装したはい塗装、はい、で、まあ、LED のリフレクターなってて、あとここにメッキの、はい、あそう、まあ、ちょっとした感じで、そうやね、まあ結構何気に下っ側ってメッキないですもんね、うん、ないな、はい、うん、だからポイントで、そういうことなんですね、これもお客様のご希望なんで、あ、はい、いいですね、一押しポイントって感じですね、あとバックランプもバレンティさんのやつに変えたんで、はい、一回ちょっと電気周りやっときます、ギアゴムやスモークもついてますね、おお光ってる、あいいね、あ明るい、あかっこいいな、下光ってても、はい、いいですね、うん、なんか下、まあ、下2つ光ってる感じもいいですね、結構、うん、あの綺麗やしな、はい、うん、まあ、こういうパターンもありますよっていう新しい、なるほど、はい、パターンですね、新しいのが見えてきましたね、ここの070とかもお客様のこだわりやから、あそうなんですね、そう、いやこういうカバーがあるんかと思ってました、うん、ないね、塗ったんですねはい、はい、リア周りはこんな感じになってます、はい、はい、じゃあ続いて内装いきます、はい、内装なんですけど、メイクオプションいっとくか、はい、ディスプレイオーディオプラスで今回パノラミックビューついてるんで、おお、ニョキッとシフト、はい、そのまま上ディールオプション14型の UKL 鉱石ディスプレイ、はい、でかい、はい、でかいからちょっと下がらなあかんですね、ほんと、はい、であとルームランプ、これバレンティさんの、あってことは、はい、ちょっと触っていいですか、あ色変わりました、はい、3色ある切り替えのついてるタイプですね、はい、まあ、これもバイカラーって言っていいんですかね、はい、であとティーズ、これもディラプション、ドリンクホルダー、はい、運転席と助手席、お本当ですね、うん、でこれもあの初めてやってんけど ETC のカバーこんなんあんねんな、ここ本来 ETC やねんけど、お本当ですね、そうパッカリ、本当ですね、いやでもそうすっきりしますね見た目、うん、ここに USB の、 あの充電器、あそこに、はい、であとインナーのハンドルのところ、あ、はい、本当ですね、はい、ついてました、はい、であとはシートカバー、あシートカバー、はい、つ
ついてるんで、お、はい、取り付けしました。あ、ジールシートカバーじゃないですか。はい、内装もバッチリ。はい、え、これルームミラーはメーカーオプションですか。お、忘れてた。ナイス。ヘッドアップディスプレイがないんで、うん、今回あの MAX WIN の, あのプロシリーズのめっちゃもう純正っぽい。なるほど、うん、プロ。これいい。これ高いんですけどね。高いけどこの、はい、なんていうの、収まり。そうですね、なんか、いや本当にこれいいです。メーカーオプションだと思ってました。はい、あ、裏も根元ごと変わるってことですよね。そう、はい、ここごとこっそり変わるやつなんで。あ、いいですね、はい、今回この仕様でやりました。はいはいはい、いかがでしたでしょうか。いや、これはこれでめちゃくちゃいいですね。やったと。はい、はい、ほんまごましたところ、こだわりがちょっと多くて、いや、めっちゃ伝わってきましたね、ノアの愛を。これあのまた YouTube で載したら他のお客様がこの動画を見てな、はい、受注増えてしまうから。そうですね、なんかこれプラスなんかツートンとかなんかその辺来そうですね。ツートン、あ、言うんじゃなかったですね、今のなしでカットで。はい、ツートンもありやな。あ、ありなんですね。はい、まあ、今回もあの随所にこうお客様のこだわりある、はい、いや、一台でした。見れました。はい、で、あのガラス全面撥水、ボディもガラスコーティングバッチリやってますんで。知ってたんですね。はい、白やからな、ちょっともう画面やったら伝わりにくいもんな。いや、でもここのやっぱこれが映り込みがやっぱ違うんで、はい、そこで分かりますね。はい、あのバッチリ仕上げさせていただきました。はい、明日朝は出て納車してくるから、はい、店番よろしく。はい、こちらこそちょっと気をつけてよろしくお願いします。はい、ということで、今回は新潟県のお客様で新車のノアハイブリッドの SZ、 こだわりの詰まった一台のご紹介でした。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。